ではですね、なんと EFB のコラボとでも言いましょうか、トレボンさんの、コーのための特製デカミルクバケットをもう今到着したので、ミルティーユとですね、タンドルマンさんのミルティーユと、デカミルクバケット、こちらをですね、車いパンとして、ピエスの完成を祝って皆さん、食べていただきたいと思います。このバケットがですね、トレボンさんのすごい名物パンなんですけども、それの何倍ですかね、もう4倍ぐらいある、で昨日もフルマイパンで出したんですけど、皆さんもあ、こんなパンを実際作って買いた売ってくれたら買うのにっておっしゃってですね、それぐらい美味しいミルクバケットになってますので、ぜひ。